皆さん、こんにちは。レック専任講師の赤松です。本日は、2023年向け新15ヶ月合格コース、司法書試験の基礎講座なんですけれども、私の赤松プラスをご受講いただきまして、見事一発で、なおかつ見事全国最年少、19歳で合格をいただきました。S さんにお越しいただいております。S さんの方、ちょっと、お顔出しが NG ということで、すぐお隣にお座りいただいているんですけども、画面の方は、私だけで、進行させていただきます。よろしくお願いいたします。はい。では、S さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず一発で最年少合格で、はい、合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい。一発で、かつ、最年少合格ということですので、本当この試験、法律ゼロからスタートして、もう年齢関係なくですね、一回で受かれるということを、もう本当に S さんが実証していただいているので、皆さんも本日のお話を聞いて、ぜひ、チャレンジをね、していただければと思っております。はい。ではまず、S さん、司法書士を目指された理由はどんなところでしょう？はい。僕自身、小中高とずっとサッカーやってまして、はい、で、サッカー結構本気でやってたんですけども、うん、大学進学にあたって、サッカーを続けるのか、それともやめて新しいことにチャレンジするのか、っていうことを考えまして。で、その中で、もうサッカーにある程度目処をつけて、新しいことに挑戦しようって思ったところ、法学部に進学して、法律にはもともと興味があったので、法律系の国家資格の取得を、そこで検討して、当時の受験要件がない、受験資格がないっていうところだとか、業務内容、幅広い業務内容ができるっていうことで、司法書士を知って、で、興味を持って目指すことにしました。なるほど。はい。ありがとうございます。まず小中高とずっとね、サッカーされてて、はい、私もそれは、聞いてて知ってるんですけど、はい。はい。もう S さん、サッカーをね、やっぱりずっとされてたんで、もう私も S さんの性格大好きなんですけども、はい。やっぱりスポーツマンでね、すんごく、きちっとしてて、礼儀正しくて、素直でね。なので、そういったところやっぱり、勉強にうまく繋がったのかなとはね、思ってます。はい。はい。で、ずっとサッカーされてて、それにずっとね、小中高と一生懸命されてきたんだけど、今度は何かやっぱり自分がそれに代わってチャレンジできるものっていうことで、はい、司法書士を目指してみようかな。そうですね。なおかつ、年齢制限もなしてね、はい。S さんぐらいの年齢の方で、ご受講いただいて、はい。でね、本当に、もう S さん見事、一回でね、受かっていただけたんだけど、はい。はい、そんな、次チャレンジできるもので、司法書士の資格、どんなものかなっていうのをいろいろ調べていただいて、それでチャレンジを決めていただいたっていうことですよね。はい。はい。合格されて、喜び一番伝えたい人は誰ですか？そうですね。やっぱりこれは、この場を借りてお話しすることなのかちょっとわからないですけど、やっぱり両親、はじめとした家族ですね。そうですよね。はい。はい。やっぱり環境をかなり整えてもらったんで、もう自分はやるだけというか、で、兄弟いるんですけども、兄弟も、気使ってくれましたね。ああ、なるほど。はい。あ。はい、ありがとうございます。そしたらもうご両親と兄弟にも感謝、ね。そうですね。まずは、はい。はい。そうですね。やっぱり周りのサポートってね、すごくこの試験重要ですからね。はい。そうですよね。はい。じゃあ、サッカーの次に、ね、チャレンジするっていうもので、司法書士考えていただいたんだけど、はい。特に、予備校の中でレックを選んでいただいて、はい、レックで勉強しようかなと、考えてもらった理由はどんなところでしょう？はい。当時、2022年の3月頃ですね。はい。ちょうどコロナがやっぱり流行してて、で、それで、おそらく、その対面式の講座を実施してるのが、レッ
ックぐらいだったと思うんですよ。で、その中でも、レックの合格の実績だとか、うん、豊富な講師陣と、うん、あとは、まあ、カリキュラムですね。うん、でそのあたりをこう、見て、レックに決めました。あ、なるほど。はい。うん、ありがとうございます。はい。いろいろ調べていただいた。そうですね。はい。レックにしてよかったでしょ。よかったです。はい。ありがとうございます。まあ、これも私が言うのもなんだけど。いい。うん。はい。まあ、いろいろ、まず、生クラスがあるってやっぱりいいですよね。そうですね。ね、はい。生で、臨場感あるところでね、はい、聞いていただいて。で、あとは、やっぱりレック合格実績がね、まあ、司法書士でいけばやっぱりナンバーワンだと思うし、はい、まあ、豊富な講師心、はい、それから、カリキュラムの充実と、はい、まあ、そんなところ、よく見ていただいて、はい、選んでいただいたってことですね。はい、もう本当にありがとうございます、はい。はい。ありがとうございます。大体、法書勉強初めてスタートされたんですよね。そうですね。初めて。一、はい、日の勉強時間ってどれぐらいでした？その受験生の時の平均を取ったんであれば、だいたい8時間から8時間半ぐらい。あ、そしたらまあ 8時間ぐらいってことですね。そうですね。はい。年内と年が明けてからは違います、はい、違いますね。はい、違います。やっぱり当然年明けの方が長い。長くなってます。なるほど。はい、特に直前期ですね。あ、直前期。はい。はい。そしたら、まあ、ざっくり言うと、平均8時間だから、年内6時間で、年明け10時間とか。はい、まあ、そんな感じ。そんなイメージ。いいですね。はい。そうです。なるほど。そんな感じですね。はい。はい、まあ、ということは、一日中朝から晩まで勉強してたっていうわけでもない。まあ、一応、席には座ってたんですけど、うん、もう逆に言うと、椅子に座らない時間とか、机に向かわない時間は、もう作らないようにして、はいはい。あ、そうですね。そうだ、まあ一応、勉強する体制は、そうです、そうです。時間ある限り取ってた。そうです。あ、ただ、まあやる気が出たらやるみたいなのが、年内で、はい。なるほど。で、もうそれ以降は、それじゃ通用しないなって思ってたんで、うんうん、まあちょっといろいろ変えながら、勉強時間増やして、やってましたね。うんうん、なるほどね。はい、あ、なかなかやっぱり年内って集中ね、できないですよね。そうですね。まあでも一応勉強しようっていう体制は作られてた。はい。ということで、まあ極力机には座られてたけど、はい、実質本当身が入って勉強できたのは年内はまあ5、6時間くらいかなっていう感じ、ね。そうです。まあ6時間は取るようにはしてました。あ、6時間ですね。はい。わかりました。その勉強してる中でいろいろストレス感じることもあったと思うんだけど、はい。どうです？ありました？ストレスっていうか、うん、やっぱ疲れてくる、あ、疲れね、うん、ところと、うん、やっぱり反復なんで、この試験。うん、で反復をしてると、うん、やっぱり飽きてもくるんで、うんうん、まあ、そういう時は運動してましたね。あ、なるほど。はい、あ、それはいいですよね、はい。はい。運動ってどんな運動するんですか？いや、あ、そんな、サッカー、大したことじゃないんですけど。サッカーじゃない。いや、サッカーはちょっとやりすぎです。まあ、筋トレって言っていいのか分からないようなレベルの運動です。なるほど、はい。そんな感じでね、はい。はい。そうですよね。まあ、やっぱり体を動かすのがいいですよね。そうです。はい。うん、今まあ、おっしゃっていただいたように、この試験って、本当反復がね、大事な試験だから、まあ、そこよくご理解いただいているようで。はい。うん、まあ、それでちょっと反復で疲れてきたら、体を動かして、という感じですかね。はい。はい、じゃあ、本日は、S さんの使われてた教材をお持ちいただいてます。ちょっとそれ前の画面でご覧いただきましょう。はい。こういったブレイクスルーテキストという教材です。会社法。はい。これはどうして？やっぱり主要4科目の中で、うん、テキストを一番使ったなって思ったのが会社法で。そうですか。はい。あ、一番使い込んだやつをお持ちいただいた。そうです。ということですね、はい。なるほど。はい。まあ、こんな感じの内容で。まあ、実際私のクラスでは、まあ、タイトルブルーでマークしてもらって、キーワードに当たるところピンクで、で、普通のところは黄色でこんな感じでマークしてるんだけど、まあ、それに沿ってやっていただいてますね。だと、補助教材って言ったら欄外にこうやって切り上げをしていただくんだけど、まあ、プラスアルファ、やはりご自身でもこういろいろ書き込みをされてますよね。これ書き込みは、講義中ですか？
ほとんど書き込み自体は講義中で、はい、中後から付け足すものは、うん、多分ボールペンで書いてなかったり、うん、で、多分線引いてるだけっていうのが、うん、ほとんどだと思います。あ、後から追加するとしても。そうですね。あ、はい、後からそしたら自分でちょっと周辺箇所読んで、はい、これプラスアルファ勉強しようかなっていうところ、課税なんか付された、はい。そうしました。ということですね。はい。はい、これ、付箋がこうたくさん貼ってあるんですけど、はい、これなんか意味あるんですか？これないんですね、実は。あんまり。意味ないよ。はい。あんまり、まあ、なかったなっていう感じですね。あ、そうですか。はい。付箋がブルーと、はい、オレンジと緑あるんですけど、なんか、意味の違いある、いろんな使い方があるんですか？はい。一応、まあ、当時考えてたものは、はいはい、緑が、まあ、難しい論点ですね。ああ、なるほど。で、青は、はい、その、見出しから、こう、はい、論点を抽出して、はい、で、後が言えるようになるみたいな感じのものを青にしました。はい、で、オレンジは、もう超重要、はい。あ、なるほど。自分の中で。はいはいはい。あ、で、黄色は、まあ、重要なんですけども、うん、その、忘れても、うん、まあ、対応できるようなものなんで、オレンジと比べると重要度は若干低いみたいな感じでした、ね。ああ、難しい、ちょっとこれは難しいなっていうのを緑で、はい、で、超重要論点をオレンジ、はい、で、次のランクの重要論点を黄色っていう感じ。そうですね。ランク分け、そうです。で、基本的な色分けしてるっていうことですね。一応そうしました。なるほど、はい。はい、まあ、そしたら、最初付箋をつけてた時は意味があったんですね。一応ありました。はい。一応。うん。はい、だんだんなくなってきたっていうのはまあ、今振り返ってみれば、はい、そういう観点であんま見てなかったんで、そこ開いたときに。ああ、そういうことですか。はい、あ、実際に付箋をつけられたけど、うん、開いたときにそういう見方してたかというと、全く知らなかった、まあ。あ、そういうことですね。はい、あ、なるほど。それでは、まあ、後から思い返せば、あんまり意味なかったかなって感じられてる。はい。はい、なるほど。うん。まあ、でも、ランク系は私の講義でもね、やってるし、はい、うん。それは意識して勉強してもらったんだと思います。そうです。はい。はい、それと、もう一つ、今のブレイクスルーテキストと併用して、こういった過去問レジュメってものを、私のクラスで用いてます。この冒頭書いてる日付は何の意味ですか？はい、これは一応、それをした日ですね。した日の記録です。3月、5月、6月ってあるけど、はい、これも、多分、はい、他のレジュメにも同じようなこと書いてるんですけども、はいはい、もう回す感覚を取るのが自分下手で、はい。はい。だから、定期的に何かをしないといけないなって、はい。覚えてられないんですよね。はい。だからもう、とりあえずやった時は書いておこうっていうことで。ああ、なるほど。はい。後付けで、そしたら、やって、ね、やった日付を書いていく。はい。ちなみにこれ、この日にこれ一冊やることですか？そうです。ああ、すごいね、それは。はい。それも、はい、さっきの話をちょっと関連してて、はい、半分やって、はい、で、不動産登記法のレジュメも半分やって、はい、で、民法も半分やって、はい、を1日にしちゃうと、はい、その後の半分を、はい、いつやるかわからなくなってしまう、あ、なるほど、ような、なんか性格っていうか。あ、なるほどね。はい。はい。なんか、ちょっと若干適当だったんで。あ、なるほど。一冊見つけたら、それ一冊を一日でやるっていうふうに決めてやってました。はい。うん。うん、まあ、スケジュールを立てるのは、まあそんな得意じゃなかったので、はい、極力、まあこのレジュメについて、この一冊をもう一日でやろうっていうことは決めて、はいはい、で、やった後に日付を入れて、そうです。で、自分が、ちゃんと、後から見て、まあできてるかなっていうチェックができるようになってるってことですね。はい、わかりました。これ、この丸バツのところに、マークアップされてるんだけど、はい、これはよく皆さんがやってる上からこうシートを被して見えなくするやつですか？当初はそれでやろうと思ってたんですけど、はい、ま、それも補選と同じように、あんまり意味が、はい、なくなってきて、なるほど。っていうのも、途中から手で隠して、はい。はい、まあ、丸バツのところを。こんな感じで。そうです。はい。で、やってたんですけども、うん、っていうのが、まあ、
過去問の丸抜を暗記するっていうよりかは、うん、その過去問の足の、うん趣旨とか、うん、で、それをこう理解するために、もう、丸抜を、答えを出すっていうよりかは、そこを読んで、その後のコメントもしっかり読んで、うん、で、関連付けをして勉強しました。素晴らしい。ありがとうございます。はい。はい。私のクラスでは、まあ、テキストに沿った今のような過去問レジュメっていうものを皆さん使っていただいて、これで過去問練習してもらってるんだけど、まあ、今、S さんがお話しいただいたのが、まあ、一番私がやってほしい方法で、この丸×があって、当然これ、こう、隠す形で勉強されている方もいらっしゃいます。まあ、それは人それぞれ、まあ、自分にとってやりやすいかどうかでね、判断してもらったらいいんですけども、今お話しいただいた通り、過去問というのは、丸か×が分かってもあんまり意味がないんです。要はその過去問で問われている論点とかね、はい、あるいは趣旨だとか、そういうところが分かるっていうのが大事ですよね。そうです、はいはい。Sさんは本当そこをよく理解してもらっているっていうのが、今の話で分かりました。で、こちらのレジュメ、こんな感じで、問題のこうポイントになるところ、キーワードを付していて、で、コメントもこう随時、ついてまして、まあ、Sさんのお話だと、こういうキーワードとか、このコメントで、この単に丸×でなくて、問題でどういった論点が聞かれているのか、そこを重視してやっていった。はい。ということですね。はい。ちなみに、最初、講座受けられながら、はい、まあ、講座で1コマ3時間だけど、インプットをやりますよね。はい、で、復習でいつも私、この過去問レジュメやっといてくださいって言うんだけど、はい、1回の講義に対して、過去問レジュメはどんな感じで復習されてたんですか？僕の場合は、はい、例えば、この15ヶ月コースの初級講座、はい、土曜日に2コマあるんですけども、6時間。はい、うん、もうその翌日の日曜日には、その進んだ分のすべてを2周してました。はい、2周はい。それはすごい。なかなか、1周するのも大変だと思うけど。そうですね。うん、特にまあ1周目はもうかなりゆっくり進んで、うん、で、2周目は、まあ1周目よりかは早いペースでやるんですけども、うん、しっかり全部の問題を見ながら理解してっていうのをやってました。うんうん、なるほど。はい、あ、まあ確か2週ね、復習の際にしていただいたら、まあ1週やっぱりできるかどうかなっていう人が大部分だから、うん、やっぱ他の人と比べると、それでかなりやっぱり貯金がね、できてたのかなっていう感じしますね。はい。はい。あ、そうですか。はい。じゃあ、まあこんな感じで、まあブレイクスルーテキストで、まあ講義で私がインプットさせていただいて、復習の際は過去問レジュメをね、まあ大体、1回の講義終わったらもう即、同じ範囲のところ2回転はされたということですけど、はい。はい、特に私のクラス受けていただいて、はい、何か良かったなとか印象残っているところありますか？そうですね。赤松先生の講義で良かったところは、やっぱり、まあよくあることだと思うんですけども、授業の序盤で話しすぎて説明が長くなって、後半でこう急いでやらないと、1日の分が終わらないみたいな講義が一切なくて、話がこうずっと安定しててムラがなくて、集中しやすい授業だったんで、もう最後まで気を抜かずに講義を受けることができたっていう点です。ありがとうございます。はい。ああ、それは嬉しい。はい。私もそれ、すごく意識してやってるところなんで、はい、はい。どうしても最初ね、こうゆっくりやって、後ろでこう、マックス立てて、はい、ね、ついついそうなっちゃうことがあるんだけど、まあ、そこ気をつけて、はい、私もこう、均等にできる限り、講義していこうということは心がけてるつもりなんで、あ、それは、すごく嬉しいお言葉です。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな感じで、まあ、年内は、春から講座スタートして、はい、まず、クラス、週、まあ、3個もあるんだけど、はい、講義をこう受けていただいて、復習で過去問レジュメ中心に、で、講義の範囲を過去問レジュメすぐ、まあ、2回転して勉強していくっていう感じで、まあ、それで大体年内進めていってもらったと思うんですけども、はいはい、で、年が明けてから、まあ、4月から当連がね、スタート、要は3月にも講座が終わっちゃって、はい、で4月からもう自分で自力で解くっていうね、当連がスタートしていきますけど、はい、
まあ、その講義を受けている時と、その答練を受けている時期で、こう、勉強のやり方とか変わりました。僕自身、そうですね、勉強の方法は結構いろいろ随時変えてて。うん、ああ、なるほど。で、その講義をやってる間は、うん、その講義にちゃんと追いつくために、過去問レジュメを、うん、さっき言ったペースでしっかり回すっていうことを意識してたんですけども、討論が始まる前だとか、討論が始まってからは、テキストの方にちょっと移行して、うん、テキストで勉強するような形でやってました。あ、なるほど。はい。うん。それはどうしてですか？これもあんまり理由が自分でもわからないんですけども、うん、なんかこう直感っていうか。あ、なるほど。うん、そう、いろいろこう自分の中で勉強方法とかを試行錯誤していく中で、まあ、テキストでの言い回しの方をちょっと重視しようと思って、過去問で出たことある論点でも、その討論とか模試でちょっと違う風に聞かれた時に対応しにくかったっていう経験があったんで、その条文上の言葉というか、テキストでの、このオーソドックスな言い回しを、勉強できるようにするために、まあ、テキストに変えたりします。なるほど。はい。あ、それはいいですね。はい。まあ、講義やってる間は、過去問で、過去問の練習をされて、はい、で、討論スタートしたら、ちょっと過去問で対応できないような問題もね、はい、出てくるからね。はい。それでちょっと、インプット中心、テキストで読み込んで、はい。うん、それで、まあ、討論も対応、していくようにしていったっていう、まあ、そんな工夫をされたってことですね。そうです。はい。はい、なるほど。まあ、討論と模試があるんですけど、はい、結構難しかったですよね、やっぱり。いや、難しいですね。ですよね。はい。はい。メンタル的に折れなかったですか？僕自身は、あんまり、この成績に波がなかった方だと思ってまして。素晴らしい。そうです。はい、そんなに、D とか E、うん、いや、D とか E も多分取ったことないんですけども、うんうん、だからあんまりこうメンタルが折られるようなことはなかったですね。うん、あ、なるほど。はい。まあ大体平均的に取れていった。そうです。あ、すごいね。はい、うん、なかなか1年目だとそんな取れないんだけど、はい、それ多分、それだけ討論模試で取れたってことは、はい、やっぱり基礎がしっかりしてたと思うんですよ。うん、はい。その、討論、に入るまでに、おそらくは、先ほどの過去問レジュメだけど、はい、これもかなり充実して、されてたんじゃないですかね。そうですね。ですよね。はい、うん。でも、それで、しっかり基礎固めが、ね、できてたね。うん。そうだと思います。多分。はい。自分でもそれは、やっぱり考えてました。討論時期に入る前に、こう基礎、そうですね。固めとこう。もう、一発目の討論で、うん、ちょっと、どれぐらい取れるんかなっていうのも楽しみだったんで、うん、おすごい、もうそれまでに、ちょっと、ある程度仕上げておこうっていうふうに考えてました。なるほど。はい。うん、まあ、1回で受かる人でも、はい、まあ、結局最後の4、5、6ぐらいでなんとか仕上がるかなっていう人が多いんだけど、はい、うん、マイスさんの場合は、むしろ3月、講義が、インプットの講座が終わるくらいまでですね。はい。うん。それまでの間に基礎固めを本当しっかりやってもらってたのかなっていう。はい。感じがしますね。はい。うん。まあ、それで、まあ、おそらく討論も安定した点数が取れたんだと思いますね。はい。はい。あと討論とそれから模試がありますけど。はい。模試はまあ、本番と全く同じような感じで、合計4回ありますけど、はいはい、まあ、本番のシミュレーション的な意味合いで何か自分が意識したことありますか？やっぱり、その会場入りする時間、うん、何分前に会場入りするのかっていうところも実は意識してましたし、はい、で、これはちょっと、まあ、自分のその実際にあったことで、はい、模試の多分2回目だったんですよね。はい、公開模試だったかな、2回目が。はい、2回目の公開模試で、はい、僕、午後の部が始まる前にお腹痛くなって、で、2回ぐらいトイレに抜けてるんですよ、うん、その日。で、まあそういうこともあったりしたんで、やっぱりこの、まあ体調管理とか、その、もっと言えば朝に冷たいもの飲まないとか、うん、そういうのも意識したり、で、試験の中やったら時間配分ですね、特に午後の部の。うんうんうん、
択一を何分で終わらして、記述に行くとか。うん、で、何回もこう試しましたけども、うん、記述を先にして択一を後にするとか。ああ、なるほど。その順番とかをいろいろ変えながらやってました。うん、あ、なるほど。はい。それはもう、答例ももしも。答例はちょっとそこまで考えてなかったかもしれないです。もしの方でっていうことですね。そうですね。もしの方がすごい本格的っていうか、自分の中で、うん、その3時間の中で全部やるっていうのが。うん、あ、なるほどね。あ、そうかそうか。はい。はい。でもその会場入りするところから、ね、そうですね。もう本番意識して、はい。うん、やってました、ね。で、ちょっと、そのお腹痛とかね。はい。まあそういう、ちょっと、まあ突発的なちょっと事故があっても、まあそれにどう対応するかっていうのも、はい。模試を通じて、はい。ね、考えていただいて。はい。で、あとは、やはり、時間の使い方ですよね、もしは。はい、うん。それ、うまく、今の話で、ね、練習、やってもらったんだな、ということが分かりました。はい。うん、特に、やっぱり午後がね、うん。3時間で、択一と記述を解かないといけないから、はい。順番をちょっと、いろいろ自分なりに、工夫されて、どの順番がいいのかな、というのを考えていただいた、ということですよね。うん。はい、ありがとうございます。S さんが使われてた何か合格のアイテムってあります？これ、僕だけかもしれないですけど、スタンディングデスクっていうのがあって、はい、立って勉強できる机なんですけど、まあこれもちょっと自分の感覚みたいなものがあって、座ってて勉強した後に、まあ眠くなるタイミングだとか、疲れてくるタイミングがあると思うんですけども、そのタイミングで、そのスタンディングデスクに移行して勉強したら、はいはい、なんか頭がスッキリするというか。なるほど。なるほど。で、逆も言えて、はい、ずっと立ってて足がしんどくなった時に、はいはい、パッて座って勉強したら、はい、なんか、すごい集中できたりするっていうのがあったんで。はいはい、ああ、なるほど。これは良かったかなと思います。だから、まあ、座っての勉強と、立っての勉強をこう、はい、交互に。あ、そうです。あ、やってました。それいいですね。はい。私もやろうかな、それ。うん、私もいつもずっと座りっぱなしだから。ああ、うん。確かに、うん。立ってやるのもね。はい、私、講義するときは、まあ、立ってやってるから。あ、そうです、うん、はい、うん。それも、いい工夫ですよね。はい。はい。そんな、スタンディングデスクってやつが売ってるんですか？そうですね。うん。売ってたというか、はい、まあ、通販で。通販で。親に買ってもらった。あ、なるほど。形ですね、一応。はい。それも親御さんに感謝やね。はい。まあ、それのおかげで、ね、そう、それが合格アイテムってことはね、やっぱりそれのおかげでね、はい、合格できたわけだからね。はい、うん。S さんが、まあ、一回でね、合格されたんだけど、はい、どういうところが、秘訣だったと思いますか？一発合格の。僕自身は、先ほどもちょっとお話しした通りに、勉強方法をいろいろこう試行錯誤する時期というか、そういうのがあって、うん、で、まあ、まあ、この試験、独学で勉強されて合格されている方って、まあ、本当に少ないですけども、いらっしゃるので、うん、まあ、そういう方たちも、もうそれぞれ違うような勉強の方法で合格されていると思うんです。うんうんうん、で、勉強方法っていうのがいっぱいある中で、うん、やっぱり大きく二つに分けたら、テキストで勉強するのか、うん、過去問中心に勉強するのかっていうところなんですけども、うん、まあ僕は先に過去問である程度基礎を固めた上で、答練が始まる時期あたりにテキストの方に移行して、うん、で、こう、視覚的に覚えるというか、直前期に。うん、直前期にテキストをこう見て、視覚的に色とか、うん、図とか表です、ね、うん、あれをこう視覚的に覚えるような形でテキストを使ってアウトプットをしたり、してました。あ、なるほど。はい。はい。まあ、今お話しいただいた通り、はい、まあ、本当合格者の勉強法って人によっても全然違うんですよ。はい。うん。だから、まあ、Sさんの場合も、自分に合った勉強法が、まあ、さらに時期に応じてね、この時期はこの勉強法がいいだろう。はい、で、この時期だったら、こちら勉強法がいいだろうということを、まあ、ご自身でいろいろ、考えてね。はい。うん。それでやってもらったということを。ですよね。はい。さすが、サッカーやってただけありますね。はい。うん、やっぱり、スポーツも一緒ですからね。そうです、ね。スポーツもやっぱり、この時期はこれ、ここはここって、やっぱりいろいろ、やっぱり本番にね、対応しようと思ったら、スポーツもやっぱりいろいろ準備がいりますよね。はい。うん。いや、まあ本当おっしゃられた通りで、まあ、私たち講師も当然ね、まあ、こういうふうに勉強しましょう。
勉強法だとか、まあ、それから当然その勉強内容だとかをお伝えするんだけど、はい、まあ、じゃあ、その言われたことを、まず言われたこともできないというのはちょっとまずいんだけど、逆に言われたことを、そのまっていうのもちょっと、やっぱり、なかなかそれらうまくいかないことがあって、自分にやっぱり合った方法ですよね。はい。ちょっとこう、講師の先生のことを、足がかりに、自分でちょっとアレンジしてね。はい。うん。まあそこをうまくやってもらったんだなってことがね、本当よくわかります。うん。まあ私がまあ S さんすごいなって思うのは、まあ当然その、1回でなおかつ最年少で受かられたんだけど、質問が私の記憶の限りはゼロだったんですよ。はい。まあ、当然ちょこちょこお話したことありますけど、そうですね。具体的なその勉強の、その、中身について、先生、これどういうことですかっていう、そういう質問を受けた、記憶は私、ないんですけど、はい。まあ、ただ、日頃のちょっと勉強を、いろいろ、講義前に確認テストやったりとか、あと、休日の当練とか、成績とか見させてもらって、まあ、よくできてるなっていうのは、私も感じてて、まあ、そこは分かったんだけど、全然質問来られなかったから、まあ、勉強調子どうなのかなっていうのは、ちょっとね、把握できないところがあったんだけど、はい、その、まあ、質問なしで行けました。一応行けました。うん。はい。それはどういうふうに消化されてたんですか？まあ、特に、司法書試験自体が、難しい論点で、いっぱい構成されてるっていう試験ではないと思ってて、うん、まあ、難しい科目の中に、ややこしいような論点があるっていうふうに思ってて、うん、で特に不動産登記法の、その会社法じゃない、うん、不動産登記法の中の仮登記とか、うん、で、まあ、仮処分の話だとか、うん、で、その前にいろいろ信託とかありますけど、うん、あのあたりとかって、結局、中身をそんな理解してなくても、うん、まあ、自分の中でこう、若干こじつけのような、うん、ことで解決できるものがいっぱいあったんで、うん、はいはい、でそれでまあ、うん、問題も合わすことができたんで、うん、まあいいかなっていうふうに思っててやってました。それはすごいね、はい、うん。いや、実は私もね、受験生時代、そんな感じで勉強してたことがあって、うんうん、やっぱり自分なりにこう分からないことがあっても、なんか自分で無理やりもこじつけるんですよ。これ、ね、なんかちょっと、言葉で表現するのは難しいですけど、自分なりにこう、無理やりこつけてね。はい。うん。まあ、それで、もういろいろ、無理やりのこつけでもなんとか解けるようにね、していった。うん、私もそれ確かにありましたね。はい、うん。あ、そうかそうか。うん。なのでね、おそらく、そういう形で勉強されてたんで、まあ、なので、まあ、質問もなかったのかな、とね、はい、思いますね。うん。で、うん。それだからね、おそらく、逆に言うと、自分で処理する能力、はい、うん。自己処理能力っていうのが、やっぱり、それで逆に培われたと思うんですよ。はい、うん。いや、本日はいろいろお話いただきましたけど、はい、ちょっと先ほどお伺いするの忘れてて、当練とか模試とかってね、結構難しい問題あるじゃないですか。はい。で、復習の際に、すべて復習されました、はい、枝。いや、すべてはしてなかったです。僕の場合は、先ほど言った通りに、うん、ある程度、成績がもう、安定してたので、うん、まあ、基礎は完璧にした上で、うん、ちょっと自分で時間があれば、その、模試、だけで過去問に一回も出たことないような論点が結構あったんで、うん、それをこうテキストの方に線引いたりっていうのはしてましたけども、うん、模試のその足を全部拾って勉強するとか、うん、模試で初めて見た知識を何でも拾うっていうふうなことは絶対してませんでした。うん、それはいいね、はい。あんまりこう手を広げすぎず。そうですね。はい、ただその、模試の中で、模試や答練の中で、はい、これは本試験で出てもおかしくないなっていうような枝ですよね。そうですね。ね、はい。それをしっかり復習された。はい。で、それができるっていうことは、多分自分でそれが判断できる。
要はこの通れもしの中で、この枝はさすがにこれ細かいからこんなん出ないやろうとか、はい、これはちょっと本試験出ても おかしくないなっていう、おそらく自分なりにこう感覚的に区別ができたんだと思うんですよ。感覚的に。ですよね。はい、うん、それで、まあ、大層だなっていう論点はテキスト戻って補充された。はい、ああ、それは、うん、素晴らしい。うん。で、それがね、まあ、できるっていうことは、やはり基礎がしっかりしてるんですよ。はい、うん。本試験で、まあ、何が問われるのか、どんなことが聞かれるのか、過去もまずしっかり勉強されて、まあ、それが、体感として身についてるってことだったと思うんですね。はい。なるほど、なるほど。うん。で、まあ、当年模試の復習については、ポイント絞ってやったってことですよね。そうです。はい。はい。はい。まあ、S さんが今日の話で、本当にいろんなことをね、考えて勉強してもらってたんだなってことは、私もよくわかりました。はい。まあ、さっき言ったように、講義の時は、あまり質問来られなかったんで。そうですね。はい。ちょっと、普段、どういう、感じで勉強してるのかなっていうのは、わからなかったんだけど。はい。はい、まあ、さすが、うん。さすが、一発で、なおかつ最年少で受かるだけは、あるかなっていうことを分かりました。ありがとうございます。うん、はい。まあ、本日の動画をご覧いただいた方も、まあ、S さんのに、やはりこう、自分でこう、いろいろ、考えて、まあ、S さんはちょっとスケジュール組むのは苦手だった、とね。そうですね。スケジュール組むのは苦手だったということだけど、でも、自分にとって、今どういう勉強したらいいんだろう、自分に合った勉強はどういう勉強法なんだろうっていうね。そういうのはよく考えてもらって、やってもらってたのかな。まあ、スポーツでも一緒だからね。スポーツでもやっぱり、自分がこう、上手くなろうと思ったら、まあ、自分でやっぱりいろいろね、考えて、自分にとっては何が大事なんだろうっていうところね。はい、考えて、工夫していくというのは大事なのかなと思うんで。まあ、そんなところが、スポーツやってただけあって、勉強にも活かされていたのかなっていうことね、私も感じました。はい。では、S さんから、これから司法書士を目指す方にメッセージをお願いします。はい。司法書士試験は難関資格ですが、やっぱり自分を最後まで信じて、で、諦めずに、で、やっぱり自分と一番向き合って、自分の特徴と弱みを掴んで、で、それを克服するような勉強を続けていったら合格が見えてくるはずです。頑張ってください。ありがとうございます。はい。自分をよく見つめて。そうですね。よく研究して。ああ、素晴らしい。はい、うん。やはりそうですね。自己分析、自己研究ってね。やはり、うん、スポーツでもそうだし、はい、勉強でも欠かせないと思うんですね。はい。はい、ありがとうございます。それでは S さん、本日はどうも、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。それでは、皆さんも、本日の動画ご視聴ありがとうございました。まあ、今回のお話ですね。まあ、S さんのお話、まあ、一発で合格されて、なおかつ、最年少で合格されたってことですから、まあ、やはり、無駄がない勉強をされているはずなんです。で、無駄がない勉強をするために、どういう方法を取ったらいいのか。まあ、そんなところを、まあ、勉強時期に応じてですね、S さんなりに、まあ、自分に合った勉強法、いろいろ試行錯誤しながら、自己分析をしっかりされて、ね、まあ、それで勉強を進められていったって、ね、ことだと思います。はい。ぜひ、今勉強中の方、それから、これから勉強を、考えられている方ですね、本日のお話、何か参考になるところがあれば、幸いかなとね、思っております。はい。じゃあ、S さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、皆さん、本日は動画、ご視聴ありがとうございました。これで終了いたします。